タッキー王子の大怪獣映画館、怪獣送信劇です。はい。見てない方、これから見る方はブラウザーバックをお勧めいたします。はい。えー、ご機嫌いかがですかジャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。これから行く方行ってらっしゃい。はい。怪獣送信劇です。近未来の日本、えー、小笠原諸島に、えー、今まで出てきた怪獣たちを集めて、えー、コントロールするというね、 そういう世界がありましたしかしですね謎の宇宙人キラーク星人によってですねコントロールが乗っ取られ怪獣たちは世界中で暴れまくりますはいしかし人間がもうそのコントロールを取り返しましてキラーク星人の本拠地である富士山の麓に送信撃を送るんですけども宇宙からキング・ギドラを呼び寄せましてキラーク星人も対抗します さあ、キングギドラ対日本の怪獣連合なんですけども、はい、えー、いよいよですね、えー、キングギドラが死んでしまいますね。えー、まあ、これだけ怪獣にメタメタにやられたら臨時映画ですからね。はい。で、ところどころ突っ込みどころがあるんですよ。例えば、あのー、パリの外戦門を壊すのは地底怪獣っていう感じなんですけど、なぜかゴロザウルスだったりとかね、えー、バラゴンではなかったりしたり、 しますし、えっ、ー、と、まあちょこっとだけしか出てこないバランとかね、えー、マンダとかもそうですけども、まあ楽しい映画ではある意味があるんですけどもね、あと、キラーク星人って名前なんですけども、実はこれね、もともと怪獣中心蔵ってタイトルだったんですよ。あの、赤穂浪士の。で、キラー、コウズケノスケのキラーが悪で、キラーク星人なんですね。はい。 で、出てくる怪獣はゴジラ、ミニーラ、アンギラス、モスラ、クモンガ、ゴロザウルス、バラゴン、マンダ、キングギドラ、バラン、トーナ、ラドン、なってますね。えー、一番活躍するのはアンギラスですかね。首に噛みついて離さないっていうかね。えー、あとですね、素晴らしいのは、ゴジラとゴロザウルスが並んで戦う姿は、はっきり言って涙ものですね。ゴロザウルスのカンガルーキックが炸裂して、 リドラを倒すすんですよねそこを踏みつけるゴジラそしてミニラの最後の放射火炎の一発はい、えー、最高に面白い映画でございましたえー、まああのー、東宝はこのゴジラ映画はこれで終わりとしてたんですけどもあまりにもヒットしたために次に「オール怪獣大進撃」というね、えー、作品を作ることになりますはい えー、まあ、ハリウッドのね、モンスターバースでも、この怪獣送信劇やるんじゃないかって噂はあるんですけども、さあ、どうなんでしょうか。はいえー、と楽しい一本なのでね、えー、見てくださいね。さっきおじでした。チャンネル登録よろしくね。